全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタクです。さあ、今週は7月1週目の週末なんですけども、かなり悲惨な事件起きております。こちら週末のニュース速報として取り上げていきたいと思います。早速です。1つ目、タイタニック号探索ツアーの潜水艇、沿岸警備隊が捜索を終了。こちらアメリカ現地時間の22日、映画でも有名な沈没船タイタニック号を海底まで潜水し見学するという観光ツアー中に、潜水艇タイタン号が消息を絶った事故について、アメリカ沿岸警備隊がタイタニック号の残骸近くの海底でタイタン号の破片が見つかったと発表。運航会社は5人全員が死亡したと見られると発表しました。こちらの事故、ネットニュースとかテレビなんかでも連日ですね、残りの酸素がこれぐらいですとか報道されていて、かなり生々しかったんですけど、これ具体的に何が起きたのかわからないって人もいると思うんで、捜索終了までを時系列順に解説します。まず現地時間の6月の16日、潜水艇タイタンを乗せた船がカナダのニューファンドランド島から約700キロ離れたタイタニック号が沈む海域に向けて出航しました。ツアー内容は、海底3800メートルに沈むタイタニック号を潜水艇で見学するというもので、1人の参加費は25万ドル、円に換算すると3500万円です。そして17日、ツアーに参加していたイギリスのハーディング氏がインスタグラムを更新、明日の朝4時にダイビングを開始する予定です。チームには伝説的な探検家が多数います。今回参加できることを誇りに思うと投稿。18日、タイタンが母船から降ろされ海中に入り、ツアーが開始。潜水から2時間ほどで海底約4000メーターのタイタニックが眠っているとされている海底付近に到着するとされていたんですが、出発後の1時間45分後タイタン号と音信不通になってしまいます。19日、アメリカとカナダ共同で捜索が始まります。潜水艇の酸素供給量は96時間を限度とし、タイムリミットまでの発見を目指します。20日、捜索に参加していたカナダの航空機 P3 が海底から30分ごとに物を叩くような音を検知。これがタイタンから発生したものかは分かっていないんですけど、きっちり30分ごとに音が聞こえていたというところで、その時は5人がまだ生きているかもしれないと期待が高まります。21日、アメリカの沿岸警備隊が会見を行い、現在のところ捜索活動は何の成果も得られていない。潜水艇の酸素はあと40時間ほど。位置を特定し乗員を救出するためあらゆる手を尽くしていますと発表。約4000メーターの海底の捜索っていうのはかなり難しくて、20日の何かを叩く音以降ですね、新たな情報がつかめていない。その音に関しても具体的に何の音か分かっていない。音が検出された場所を中心に捜索を進めていると話しました。そして22日、フランスの最新鋭海中探査機も捜査に加わります。この日っていうのがタイタン内の酸素が尽きるとされていた日で、潜水艇内の酸素は欠乏する恐れがあると報道があります。そして23日の早朝ですね、タイタン号を運営するオーシャンゲート社はタイタン落下より乗客5人が全員死亡したと見られると発表しました。でアメリカ沿岸警備隊のその日の会見で、沈没したタイタニック号の先端からおよそ500メートル離れた海域で潜水艇の後部が見つかったと説明。一時は全員生還の希望もあったのですが、やはり4000メートルという深海の捜査は困難を極め、このような悲惨な結末になってしまったということなんですね。じゃあここからは一体なぜこのような悲惨な事故が起きてしまったのかというところなんですけど、このオーシャンゲート社のずさんな運営にあったと言われています。まずこの潜水艇を操縦していたのが、パソコンのゲームを操作するときに使うようなゲームのコントローラーだったんですね。っていうのも、実は近年ではアメリカとかの軍隊でもハイテク兵器を操縦する際ですね、 Xbox 用のコントローラーを用いられることが多くて、無人兵器とかロボット操縦にはコントローラーが向いてるとされていたんですけど、問題はその性能なんですね。実際この時使われていたロジクールのコントローラー、この Amazon のレビュー等で接続がよく切れる、有線ではないので正確な操作は難しいといった結構ネガティブな内容が目立って、それが原因だったんじゃないかっていう意見も多くあるんですね。また運営会社が定期点検を怠っていた可能性とか、タイタン号に使用されていた素材の強度、船体の金属疲労に問題があったのではないかと取り立てされています。さっき言ったように何かを叩く音を検知した、これで生きてるのではないかという推測もあったんですけど、実際音が聞こえる2日前の18日に音信不通になった時点で、実はすでに水圧により爆縮していたんじゃないかっていう可能性が濃厚だと考えられています。この爆縮っていう単語、聞き馴染みのない言葉なんですけど、整備疲労とかによって見逃されていた小さな傷とか歪みが原因で、外側に生じている膨大な圧力が一気に内部にかかって爆発するという現象で、このタイタン号も一瞬で全体が破壊されて内部も塵と化したと考えられています。想像するだけでも恐ろしいですよね。この件に関してタイタニックのジェームズ・キャメロン監督もですね、オーシャンゲート社は運航すべきではなかった、もっと早く言うべきだったが、研究不足で認証を得ていないとは知らなかった、ラッシュ CEO から本気は行かないかと誘われていたが興味がなかったと搭乗を誘われていたことも判明しています。タイタニックと同じようにですね、何度も危険だと警告されていたことから似た状況下で起こってしまった事故だということなんですけど、同時のタイミングで日本のフジテレビでも25日ですね、映画タイタニックの前編をこの事故が発生するずいぶん前から放送予定だったんですけど、これでネット上では不謹慎なんじゃないかとか、事故に便乗してるんじゃないかという意見があったんですけど、フジテレビ側はですね、放送の冒頭で本日の土曜プレミアムタイタニック前編では潜水艇探査機のシーンが含まれています、ご懸念のある方は視聴を控えくださいとテロップを出して予定通りに放送しました。なかなかね、このタイタニックがこのタイミングで放送されるっていうのも偶然ではありますよね。再三の警告を無視した結果、起こるべくして起きてしまった事故なのかなというところです。次です、2つ目、市川猿之助容疑者が逮捕。27日、警視庁は東京目黒の自宅で母親の自殺を手助けしたとして自殺幇助容疑で歌舞伎俳優市川猿之助
之助容疑者を逮捕したという報道がありました。今後父親の死亡に関与した疑いでも調べを進めているということなんですけど、はい、ともこちらも連日報道されているものにはなるんですけど、まずこの事件発覚、それが5月の18日自宅で倒れているところをマネージャーに発見されて救急搬送されたと速報が入りました。搬送時には意識があると報道されていたんで、何かの病気とかではないのかっていう心配の声が上がっていたんですけど、その後すぐですね、自宅では両親も倒れていて、母親は死亡を確認、父親は意識不明の重体で運ばれたが帰らぬ人となってしまいます。警察はこの現場の状況から一家心中を図ったとみて調べを進めていたんですけど、この日ですね、小学館の女性セブンが4ページにわたって猿之助容疑者の共演者とかスタッフに対するセクハラパワハラなどを報じた内容の週刊誌が発売されていたんですよね。いろんな憶測が飛び交っていたんですけど、今月の27日警視庁によると、両親が自殺する手助けをしたことに間違いない、私も両親の後を追って自殺するつもりでいたと供述、容疑を認めています。内容は自宅で睡眠導入剤を服用させ母親の自殺を手助けした疑い、警視庁には前日に死んで生まれ変わろうと家族で話し、両親が睡眠薬を飲んだ、眠った後にビニール袋をかぶせたなどの供述があったことから立件に踏み切ったということなんですけど、ただ一方でですね、睡眠薬の袋などのゴミとか両親にかぶせたとされているビニール袋を捨てたと見られていて、警視庁は証拠隠滅の可能性も含めて父親が死亡したいきさつについても詳しく聞いていく方針だということです。家族会議で話し合ったとされてるんですけど、父親に関してはまだ現時点では立件されていないんですよね。っていうのも、この両親の自殺幇助したとなった場合、前例がほとんどないそうでして、この父親は認知症を患っていて判断ができていなかった可能性、さらには原因が自身の週刊誌報道がきっかけだということが認められれば、父親に対する殺人の可能性、母親への自殺幇助で厳しい刑になる可能性もあるということです。はい、とこちらむごたらしい事件ですね。まだ分かってないこともたくさんあるんですけど、死ぬことはないだろうと思っちゃいますけどね。皆さんの意見もお聞かせください。次です。3つ目、停車した山手線にスタッフが居合わせる。こちら25日午後ですね、東京 JR 新宿駅付近の山手線の車内で刃物を持った男がいると通報、新宿駅が一時騒然となりました。これ結局ですね、この男性が外国籍の方で料理人の仕事をしていて、刃物を家に持って帰る途中だったと、その時に刃物が見えたのか大騒ぎになってしまったと話してるんですけど、結果20代と50代の男性が逃げる際に転倒して2人怪我を負ったということなんですけど、この電車に僕のスタッフがちょうど乗り合わせていまして、その時の状況で本人は誘導に従って一番に離れて外に出たそうなんですけど、この人混みの中には何が起きたのっていう野次馬がその場所を見に行こうとして近づこうとする人もいて、それもあってめちゃくちゃ混雑してたらしいんですよ。もしこれが爆弾とかだったら見に行って死んでる可能性もありますからね。この時は誘導に従ってちゃんと逃げてください。次です。4つ目、エガちゃん1週間休止。こちら25日、江頭2時50分さんが自身の開催したイベントエガチャンネルマグロ祭りについて運営側の不手際を謝罪し、動画投稿1週間休止すると発表しました。ガッペ。これ何があったかと言いますと、このイベントではエガチャンネルで巨大マグロを釣り上げたんで、それをファンの皆さんに無料で食べてもらう、参加条件はチャンネルの登録者だけっていうね、紙イベントを開催したんですよ。ただ実際動画で釣り上げたマグロは保存状態が甘くて別のマグロが用意される形になったんですけど、朝7時から築地本願寺で開催すると告知して、ただ混雑が予想されるんで定員は1000人、当日には整理券を配布すると呼びかけて、告知の段階で7時よりも早く並ぶことをやめてくださいと呼びかけて、早朝に訪れることは禁止していたんですよ。これはね、素晴らしい配慮だったんですけど、当日7時の段階ではもう大行列ができて、約束を守って7時に会場に着いたファンは整理券を手にすることができないという事態になったんですね。でその日の夜に謝罪動画を投稿して、動画内では6時15分にスタッフが会場入りしたらもうすでに300人ぐらい集まっていて、会場側に今いる人たちに一度出てもらうようにできないかと相談したところ、これ出てしまうと築地の方に迷惑がかかってしまうから逆にこのままいてもらった方がいいと判断されて、すでに集まってる人に対して打つ手がなかったそうでして、45分の段階でもう800人ぐらい会場にいて、このまま案内をしないとパンクして事故になってしまうと判断、整理券配布に至ったと説明、体制を立て直すためにも7月から1週間ほど休みをいただきますと発表しました。謝罪動画でもしっかりと運営の不手際とか自身の非を認めつつ、あとは爆乳が一人も来なかったとね、まあなんか場を和ませるエガちゃんが素晴らしいと話題になったということなんですけど、逆オフゼロですね。これだけ人気だったら前日チケット制にしないとね、こうなっちゃいますよね。いや羨ましいですね。ワイワタックスキヤゾニキの登場お待ちしております。最後です。5つ目、ファミリー系 YouTuber クッソ炎上。こちら YouTube でチャンネル登録者数43万人のファミリー系 YouTuber いよりくん TV がありえないぐらい大炎上中だと話題になってます。こちら中学生インフルエンサーとして活動しているいよりくんとその弟であるシオンくんの成長の様子とか、活動を投稿している4人家族のファミリー系 YouTuber なんですけど、3年前の動画でスシローに訪れた時に次男がみんなが気づいてないところで蓋が閉まってる醤油を加えた動画、これが最近になって発掘されて炎上したんですね。この騒動に対して Twitter で現在弁護士に相談してます、ご心配おかけして申し訳ありませんとね、謝罪のツイートを投稿したんですけど、謝罪なのかも微妙ですけど、ただ継続。次はラーメン屋、一度舐めたレンゲを元の場所に戻してる動画、これが大炎上しました。継続。
ク。次はレストラン内の座敷でおむつを替える際、机の上におむつを置いている動画大炎上しました。継続。さらには店頭に並んでいるぬいぐるみを一度舐めて元の場所に戻すといったマジ謎動画がこれ取り上げられて、全て劣化のごとく炎上してます。不適切の宝箱か。ヤフーニュースが後日この少年の母親を名乗るツイッターアカウントが登場して、アンチコメントが多すぎたため子供が倒れて救急搬送されたと投稿していたとか言ってたんですけど、これめちゃくちゃ釣りの可能性が高いそうです。なんじゃそれ、めちゃくちゃ釣られとるやないかい。築地本願寺出したろうか。逆にこれ今までなぜ見つからなかったのかってところも気になるし、カオスな状況になってますね。全部結構非常識ですよね。僕の中では結構おむつ置くのがちょっとあれですね。マジかって感じではありますね。皆さんの感想もお聞かせください。はい、というわけで今日は以上でございました。またちょっと一時は晴れてましたけど、梅雨本番始まりますということで、蒸し暑く寝苦しい日々が続くんですが、サボりながらね、前を向いて頑張りましょうということです。ではまた来週のこの時間でお会いしましょう。おやすみなさい。運転手の態度が変わるカードを落としてしまったオタク。うわー、落とした。どうかされましたか？はい、ゲームのカードを落としてしまったのですが。それ後でやりますから、後で車庫まで来てください。ちなみに何のカード？T206 オーナーズワグナーです。え？全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。暑いっすね。マジで危険な暑さしてますねこれね。でちょっと本題の前にお礼なんですけど、こちら書籍1ありがとうございますね。予約開始の当日なんですけど、書籍の Amazon 限定の特装版っていうのが本の中で1位になってたということで報告いただきました。ありがとうございます。そんな嬉しい今日は7月の3週目の週末でございますね。1位になったの俺が先って言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うてますよ。この時間です。さあ今週の俺的ニュースこの時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、ポケが縛って大炎上。それが草加市のトレカ販売店からカードを約43万円相当盗んだとして、窃盗と建造物侵入の疑いで無職の25歳の男が今月逮捕された報道の際にですね、押収物っていうのを公開したんですけども、その時押収したポケモンカードとか遊戯カードとかの一部がですね、生身のまんま輪ゴムで縛られてる映像っていうのがニュースで報道されたんですね。これを見たユーザーがですね、おい山梨県警、カードの価値落ちる、これで返されるお店マジでかわいそう、保証しろよといった理由で炎上しました。この炎上に対して山梨県警の担当者が回答したんですけど、押収物は証拠品でもあり、バラバラにしてしまうことはできない、しかも極めて値段が低いものばかりだった。さらに輪ゴムを使ったのは公開時のみで、一定の価格がつくプレミアカードについてはガラスケースに入れており、最新の注意は払った対応していたとですね、犯人の供述報道よりも濃く報道されるという事態になったということなんですけど、マジで盗んだ犯人より叩かれてますね。他にもこのニュースに対して、ただの紙だろって言ったユーザーがですね、お前の財布に入っている人が書いてある紙もただの紙だからくれないって言われる始末です。で最近僕151をボックスで1個変えたんですよ。 SAR の不思議バラが出ました。次です。二つ目、トランスジェンダー裁判。こちら11日、性同一障害の経済産業省職員が職場の女性用トイレの使用を制限されたとして処遇の改善を求めた裁判にて、使用制限を適用とした二審判決を取り消し、女性用トイレの使用を制限することは不当に当たるとして、トランスジェンダー職員の逆転勝訴となりました。っていうのもこの裁判ですね、この職員の方は性同一障害としてもともと診断されてて、普段から女性としての社会生活を送っていたんですけど、トラブルとかいうのを避けるために普段はですね、執務室のあるフロアから2階以上離れた女性用トイレの使用を認めていたんですけど、ただこの場所が遠いっつって人事院に処遇の改善を求めていたんですけど、まあ退けられていたんですよね。それはちょっとやっぱおかしいんじゃないかっつって裁判にまで発展したということなんですけど、まあさらにこの職員の方は上司からは男に戻った方がいいとか、そういった言葉を日常的にかけられて、心を病んで長期間休職したってこともあったんですけど、国に対する損害賠償は11万円とした判決が確定しました。そのことについても不本意ですと発言したんですけど、このような事例というか話が海外のみならず日本国内でもちらほら聞くようになったと思うんですけど、この方は辞任してるっていう報道でなく、性同一障害であって健康上の理由から自分の体を女性にすることができないと、さらに具体的なトラブルも想定は難しいということで最高裁の判決になったんですけど、ただやっぱこれで男性が辞任さえすれば男性でも女子トイレに入ることができるってなるのは結構怖いなと思いますよ。海外でも実際盗撮とか起きてますしね。なので今回のがどこまでトラブルがないっていう客観的な判断のもとに下された判決なのかっていうのはだいぶ重要だと思うんですけど、個人的には医学的にトランスジェンダーと証明できる人だけね、女子トイレ使用かとかにしないと絶対事件起きると思うんですよね。こちら皆さんの考えもお聞かせください。次です。3つ目、テニスプレーヤー共謀戦なしです。こちら6日、ウィザーニュースライブの人気お天気キャスターの木山さやさんが自身のツイッターにてプロテニスプレーヤーの西岡良人さんと交際しているということを明かし、一部の過激なファンから批判が集まり、ウィザーニュースの株価がちょうどいいタイミングで急落するという事態にまた発展しました。っていうのもこの交際発表の直後にですね、この西岡選手がテニスの試合中にラケット地面に叩きつけて派手にぶっ壊した後に、相手選手に対して首切りジェスチャーっていうんですかね、あれをする動画っていうのが拡散されまして、木山アナウンサーの交際ってちょっとやばいんじゃないかとか、 DV
そうで怖いとかそういった非難の声も殺到したんですね。しかも拡散された動画に対して西岡選手が自分のツイッターで、日常生活起こることほぼないし、人殴るとかもってのほかなんで、残念ながら日常に凶暴性など1ミリも兼ね備えておりません。会ったこともない人をよく判断できるなと思いますが、さすがに書かれすぎなんでここで訂正しておきます。自分のできる範囲で近くの人を幸せにしてますよと投稿し、さらに炎上することになりました。ただこれテニスの経験がある人にとっては、このラケットを破壊する行為ってのがアンガーマネジメントの一つと、自分の感情コントロールみたいな、こんな炎上する意味がわからない、実戦に余計な感情を持ち越す方が良くないからラケットの破壊は仕方がないとね、そういった意見も多いんですけど、え、多分そういうものですよっていう、ずっとそういう歴史があると思うんですけど、なんかあってイラついてラケットぶっ壊すって、このラケットはもともと破棄予定とかなんですかね。だからたまに壊される予定のボーリング場だからとか言ってぶち壊す動画とかあるじゃないですか。これってラケットをぶっ壊したり、ああいう風なことしないためのアンガーマネジメントっていうのがアンガーマネジメントじゃないのって、素人の僕はアンガーマネジメントに関してそう思うんですけど。いや、じゃあ食い切りのジェスチャー何やったん、あれはアンガーマネジメントか。はい、言いただけですね。次です、4つ目、電動キックボードマジ危ねえ。今月改正道路交通法が適用され、電動キックボードの使用について免許は不要で道路を走ることが可能になりました。他にもヘルメットの着用がですね、努力義務になったりとか、時速6キロ制限で歩道の通行が可能になったりと、結構な変更があって、普段電動キックボードを利用する人にとってはより便利な乗り物になったということなんですけど、いや危ねえだろと不安の声が上がってます。実際に改正後早速事故起きたんですけど、今月7日ですね、東京都豊島区の路上で停車していたタクシーの後ろから電動キックボードが突っ込んでくるという事故が起きました。この事故による怪我はなかったんですけど、キックボードを運転していた大学生から基準値の2倍のアルコールが検出されました。大学生16杯ぐらい酒飲んでたそうですね。これも当然酒気帯び運転での反則金の対象になります。やはり便利になったらその分利用者も増えて、事故も増えますよね。しかも免許がないとなるとね。さらに去年9月には同じく酒気帯びで電動キックボードを運転していた52歳の男性が転倒して頭を強く打って亡くなるという事故も起きてます。やっぱり任意保険にしっかり加入した上で、やっぱりヘルメットは着用して乗った方がいいと思いますね。やっぱ全員がルール守れば便利な乗り物にはなるんですけど、道路の法律というか原付と同じくらいの免許制度を設けた方がいいと思いますけどね。あ、ふと思い出したんですけど、昔激ヤバアパート住んでた時、友達からもらったキックボード2台取られたことありますね。悲しい。次です、5つ目、牛宮城爆破予告。こちら10日ですね、焼肉店牛宮城、ここに爆破予告をした人物と直接電話をするヒカルさんと宮迫さんっていうのが話題になってます。こちらですね、ヒカル氏の動画に牛宮城の爆破予告が書き込まれたらしいんですよ。で警察が出動する事態になったっていう騒動なんですけど、キャンセルが出るとか店には実害出てるんですけど、警察で開示請求だのいろいろ動いていたら、爆破予告を書き込んだ人物から連絡があり、直接今回電話をすることになったってやつなんですけど、この時電話に出た相手がですね、なんと12歳のクソガキでした。まあアンチとして爆破予告したのかっていう風に聞いたら、いや別に嫌いじゃなかったんですけどって、まあどうもアンチが多かったから爆破予告したっていうことなんですよ。で今結果電話に出たから今回はお咎めなしと。ただ次そんなことがあったら、子供であろうがなんだろうがちゃんと警察も動いてもらえますんで、ぜひやめてくださいと注意喚起をしたということなんですけど、親の顔が見て見てですな、スマホ取り上げた方がいいですよマジで。でやっぱコメントでも結構せめて親には言えよっていう意見もありましたけどね、それは本当そうだと思いますね。ただやっぱ叱ってもらってスマホ取り上げられる方がその頃ためだと思いますけどね。多分危ねえラッキーぐらいにしか思ってないでしょうしね。クソガキ。次です、6つ目、韓国の人気 YouTuber が炎上。こちらチャンネル登録者数が60万人を超える韓国の人気カップル YouTuber が福岡県北九州市修羅の国を旅行するといった内容の動画を投稿。その動画内にてカメラマンの男性がコンビニで買ったペットボトルの水を飲んだ際、福島の味がすると修羅の国もひっくり返る発言をし、両国で炎上してます。現在その動画の該当箇所ってのが消されてるんですけど、批判がものすごい殺到してるということなんですけど、これひどいね。しかもあの動画見たんですけど、うどん食ってマック食ってソフトクリーム食って夜もんじゃ食ってましたからね。福岡のうまいもん全然食えてねえよお前。それはいいんですけど、あの早めに帰ってくださいね。次です、7つ目、新しい SNS。 こちらインスタグラム、フェイスブックを運営するアメリカの会社メタがですね、ツイッターに対抗するべく新しい SNS アプリスレッズというものを提供、サービスを開始しました。こちらですね、サービス提供開始後4時間で登録者500万人を突破、さらに5日足らずで1億人を突破したと話題になってます。チャット GPT が1億人超えるのに2ヶ月、 TikTok は9ヶ月ぐらいかかってて、最速で1億人達成というね、とんでもない記録を打ち出してるんですけど、ただこれまだ海外の一部地域では本当に安全なのかっていうことで、まだあんまリリースされてないんですよ。それなのにこの記録なんですよね。ただやっぱこういう新しい SNS って過去にいくつか出たんですけど、クラブハウスとか、あとクラブハウスとか、どれも最初は盛り上がってうえーってこれ次世代来るぞーって言ってたのに、気づいたら誰も使ってないみたいなことありますよね。今後どうなるのかって感じですよね。ただこの件に関してツイッター運営会社の弁護士が、メタの最高責任者であるザッカーバーグ氏がこのスレッズを作るためにツイッターの企業秘密やその他の知的財産を組織的に故意かつ違法に流用したっつって、なんか訴訟の準備してるらしいですね。ただもしかしたら全部消えるかもしれません。ちなみに僕まだやってないんですけど、やってる方体感としてはどうですか、これ続きそうですか、コメント欄で教えてください。はい、というわけで今週以上でございます。1週間お疲れ様でした。この動画を撮ってるのが12日なんですけど、今日も内陸部だと37度を超えるところがあるみたいで、太平洋側では熱中症警戒アラートっつって、今日やばいよっていう警報みたいなやつも出てます。この気温の上昇に伴って東京では救急車逼迫アラートっていうのも出されましたね。
これ今月から運用始まったもので、救急車の出動率が 80% を超えたりとか、気象庁での翌日の最高気温の予報が35度以上とかの場合に出される警報でして、10日の時点で 90% を超えたという発表があったんですね。もちろん熱中症だと感じたらね、命に関わる危険性あるので救急車を呼んだ方がいいんですけど、ただやはり救急車も無限にあるわけではないんで、事故とかで救急で呼ばないといけないっていう人にもしっかりと行き渡るようにですね、熱中症対策というのはできるだけ行ってください。あと忘れがちな室内でも夜はエアコンをつけるとかね、喉が渇く前に水分の塩分補給を行う。あとは米用な、あ、間違えました、こまめな補給が大事だということです。夏の暑さに負けるなとか言いますけど、負けるよこれ、戦うな、逃げろ。今日は以上、また来週のこの時間でお会いしましょう。おやすみなさい。あー、今日寝てないわ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、7月4週目の週末でございますね。今月5週あるんですね。これ珍しいですね。ちょっと今日までイベントで札幌の方にお邪魔させていただいてたんですけど、気温本当に最高でした。湿度もちょうど良かったんですけど、泊まったホテルのすぐ下の道路が朝6時から工事してて、音やばかったっすね。今日寝てねえわーってちょっと言い切ったんですけど、夜中4時ぐらいに撮影終わって帰ってきたんですよ。6、7、8、9で1時間ごとに起こされて発狂していた中、いかがお過ごしなんだよおまんたちって言っておりますよ。変なテンションこの時間です。さあ今週のオルテクニュース、この時間です。今週気になったニュースを一気に紹介していきます。1つ目、とんでもない親現る。今年1月、自身の娘に十分な食事を与えず病院に入院させ、協同組合から入院費用名目の共済金6万円を騙し取った疑いで、大阪府のパート従業員縄田佳純容疑者が逮捕されました。取り調べに対し、容疑者は故意ではない、金を騙し取ろうとしたわけではないと容疑を否認しているということなんですが、この容疑がすごいひどくて、自分の子供に成人用の下剤を飲ませて下痢症にさせたりとか、医師からは十分な食事を与えてくださいねって言われていたのにも関わらず、与えずに低栄養状態とかケトン性低血糖症ってものにさせて入院させて共済金を得ていたんですね。でこの事件の発覚が、入院中の娘さんが母親と電話してる会話をですね、看護師が聞いたことで発覚したんですけど、この内容っていうのが、食うなよ寝とけと、泣いてる理由は YouTube ばっか見てたし怒られたっていいやとか、とても自分の病気の娘にかける言葉じゃなくて、病院側がおかしいぞと思って通報して発覚したんですね。でこの聞き馴染みのないケトン性の低血糖症ってものが、嘔吐とかを伴う低血糖を起こして痙攣が起きることもあるというね、相当きついものなんですけど、こういったものを意図的に発症させて、2018年以降ですね、43回にわたって娘さんは入退院を繰り返していたってことも判明していて、でこの不正に受給した共済金とか保険金は合わせて570万円に及ぶとされています。でこの騙し取ったお金っていうのが、外食とかエステの費用として使われたということで、現在引き続き捜査がされているということなんですけど、これはかわいそうですね。過去動画でも紹介した代理ミュヒハウゼン症候群つって、自分の子供を病気って言い張って周りから心配されたい親みたいなのがあったんですけど、今回ではお金目的ってところで言うと、もっと悪質な感じますね。早く体調が良くなってくれればというところです。次です、2つ目、パパ活 JK 金取った後に通報は。18日、 SNS で知り合った当時17歳の女子高校生にみだらな行為をさせたとして、札幌市に住む42歳の男が児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。この男性、去年と今年2回にわたって当時17歳の女性を未成年と知りながら自宅に連れ込んでいかがわしい行為をしたと見られてるんですけど、この出会いっていうのが、今何かと聞くパパ活と呼ばれるものなんですけど、このパパ活ね、なんか専用アプリなんかも今あって、これ元々は芸能人とかアイドルとかのパトロンの文化から発生して誕生したみたいなものなんですけど、普通はご飯とかデートをしてお手当をもらうみたいな形なんですけど、最近はちょっとこう売春化みたいにしてて、ツイッターで質が下がったんでパパ活引退しますみたいな投稿僕見ましたね最近ね。っていうのもですね、この事件、パパ活を募集した女子高生がお金を受け取った後に警察に被害を訴えて事件が発覚しました。お前被害ってなんやね。確かに未成年で、まあ男も悪いですけど、これは正直消せないですね。だから潜入捜査でもしとったんですかね。ただやはり過去にはですね、同じように会った後に料金トラブルになって殺害されてるという事件も起きたので、被害に遭う前にやめてください。次です、3つ目、不同意性交等罪で初の逮捕者。こちら13日から施行された不同意性交等罪に関して、施行された13日、兵庫県にて不同意わいせつ容疑で県内初となる逮捕者が出ました。これ何かと言いますと、性犯罪の規定を見直す改正刑法っていうのが施行されて、強制性交罪とかが不同意性交罪になって、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に罪名がまず変わったんですね。でこれ内容としては、同意のない性行為の犯罪っていうのを明確化して、罪になる要件に暴行とか脅迫を用いること、アルコールや薬物を摂取させること、職場の上下関係を利用するなど8つの具体的な行為が挙げられています。で性交同意年齢っていうのは13歳から16歳に引き上げられていて、わいせつ目的で子供に報酬を約束するなどして面会を求める行為も取り締まりの対象になりました。他にも盗撮を取り締まる撮影罪っていうのも7月の13日から始まっています。これは今まで迷惑防止条例違反とかになってたんですけど、こういったところの要件が明確になったという感じなんですね。じゃあこれまでと何が違うかと言いますと、以前の現行法では暴行とか脅迫を用いた性交っていうのが強制性交罪、お酒を飲まして抵抗できない状態
状態であれば準強制性交罪を適用していたんですけど、これどちらも被害者の抵抗が著しく困難でなければ成立されづらいということがあったんですね。泣き寝入りするってことが多かったんですよ。ただ今回明確になったことで、この逮捕された男性っていうのは痴漢で取り押さえられて不同意わいせつ容疑で逮捕されてるんですよ。まあこれ相手の意に反する性行為を広く性犯罪と定義したんですね。ただ一方でそこが危険されてる面もあるんですよ。それがこれは最近議論されてるんですけど、同意したかどうかの証明ですよね。っていうのも結局ホテルっていうのは密室なので、その時は同意があったとしても後に警察に行って同意がなかったと訴えられれば、同意があったんですっていうことを証明することができないんじゃないかと懸念されてるんですね。この不同意性交罪になれば5年以上の有期刑なので、そういったところを出しに示談金目当てのつつもたせビジネスとか、そういったものも出てくるんじゃないかと懸念されています。性犯罪も減るが冤罪も増えるかもしれないっていうふうに言われてるんですけど、だから僕ちょっと考えたんですよ。最初に契約書交わすのがいいんじゃないかとかあったんですけど、結局最初に契約書書いてもそれを無理やり書かされましたってなる可能性だってあるじゃないですか。だから同意があったものだったら、昨日はありがとうハート、こちらこそハートみたいな、こういうその事後のピロートークのやり取りみたいな、これが僕冤罪防ぐんじゃないかなと思ったんですけど、これどうですかね。ちゃんとお互いがこう家に帰って自分で送信したっていうね、まあそういうアリバイっていうのは絶対取れるわけじゃないですか。このやり取り同意してないのにするわけないでしょっていうことになると思うんですよね。こちら皆さんの意見もお聞かせください。次です。4つ目、アイス盗み女。こちら16日、愛知県あま市のドラッグストアの駐車場にてトラックからアイスクリームを盗んで声をかけられた瞬間、店員に噛みついて怪我をさせた56歳の女が強盗致傷容疑で現行犯逮捕されました。凶暴すぎるやろこれ。これが警察によるとですね、あま市の駐車場で女がアイスクリームとか5点を配送作業中のトラックから盗んだんですね。でそこをちょうど男性店員が見つけて声をかけたら、女は急に手に噛みつくとかして暴れて、男性店員の左手の指に怪我を負わせその場で取り押さえられたんですけど、この逮捕された女性がですね、今日は暑くてアイスが食べたいと思ってやってしまったって容疑を認めてるということなんですけど、これも温暖化の影響なんですかね。これ愛知もなかなか修羅なんですけど、本場修羅の国もっとヤバいもの取ろうとしたやついました。次です。5つ目、修羅の国福岡、拳銃を強盗しようとして逮捕。こちら同じ16日の午前2時ですね、福岡県久留米市の西鉄久留米駅前交番を訪れた男が勤務中の警察官に拳銃をよこせと怒鳴り、カッターナイフで切りつけようとする事件が発生しました。男はその場で取り押さえられ、強盗殺人未遂などの容疑で現行犯逮捕。幸いにも怪我人はいなかったということなんですけど、逮捕された38歳の男、取り調べに対し護身用に拳銃が欲しかったと話してるそうです。激ヤバい、箱の違い見せつけてくるのやめろ。次です。6つ目、海の家爆破。こちら17日千葉県鴨川市の海岸にて海の家が全焼するという火事がありました。こちら関係者によると、油に火をつけてそのまま離れたらちょうど真下にプロパンガスがあって破裂したということなんですけど、この男性で60代の男性が軽傷を負ったということなんですけど、最近こういうガスで爆発みたいな事件ちらほらありますよね。普段 IH であんまり気にしなくなってみたいな感じなのかなと思うんですけど、ちなみに都市ガスって着臭剤っていう匂いがつけられてるの知ってましたか。俺ガスってあえて匂いをつけてガス漏れが起きた時に気づけるようにしてるんですよね。へー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 、合計波平です。海の家だけに。はぁ。7つ目、ケニアのカルト団体が怖すぎると話題に。こちら今年の4月、ケニアのカルト団体が餓死すると天国に早く行けると信者を促し死亡させるという事件が発生しました。この事件ですね、ケニア南東部にある町の警察が密告を受けて教団近くのシャカホラの森っていうところに駆けつけたんですけど、15人の信者たちが憔悴しきってるのを発見して、そのうち4人は病院に搬送される途中で息を引き取ったんですけど、その噂で森に遺体を埋めているっていう情報があって、警察が捜索をしたら埋葬された遺体が次々と出てきて、今月の18日時点で403名の遺体が発見されたとニュースで報道されています。さらに遺体の一部の臓器がなくなっていたということが明らかになっておりまして、警察は複数の人間が関与していて臓器売買が極めて組織的に行われていたという指摘が出ていますね。怖すぎでしょこれ。ただこれ肝心の臓器売買の疑いの詳細には触れられていなくて、かなり他の組織も関わってる闇深い事件なんじゃないかと話題になってます。この教団の指導者であったポール・マケンジー・ヌセンゲ被告っていうのがすでに拘留はされていて事件の真相を追ってるということなんですけど、403名って相当な数ですよね。過去にジョーンズタウンで同じように918人が亡くなったっていう事件もあったんですけど、まだこういった宗教に関する事件っていうのはなくならないんですよね。やはり本当に怖いのは信仰心かもしれません。最後です。8つ目、イタリアの痴漢が無罪判決。こちら2022年の4月にですね、イタリアの学校で男性用務員が生徒に対して痴漢行為を行ったとして性的暴行罪で起訴されたんですけど、こちら今月の6日で行われた裁判で無罪判決を言い渡したっつって物議を醸してるんですね。この事件から無罪までの流れっていうのが、女子生徒が学校の階段上がっていたらズボンの中に手を差し込まれてお尻を触られたんですね。で振り返ったら男性用務員がいて、女子生徒には冗談だよって言い放つんですけど、その後女子生徒普通に警察に行ったんですよ。でこの時ローマの検察当局が男性には性的暴行の懲役3年半の有罪判決を求刑したんですけど、裁判官が告訴を破棄して痴漢行為は10秒程度だったため犯罪には当たらないという無罪判決を下したんですね。この一件がメディアで報じられて裁判官には批判が殺到してるということなんですけど、その後 SNS で女性のお尻を触って10秒以内だから大丈夫みたいな皮肉めいた動画がかなり出回ってるんですけど、もちろんこれはやらせというか仲間内でやってる動画であるんですけど、ただ今回の判決がやはり前例を作ってしまうと、それが当たり前のカオスな世の中になってしまうんじゃないかとの不安な声が上がってます。食い物を落とした時の3秒ルールみたいなやめろって感じですよね。10秒って長いしね。こちら皆さんの意見もお聞かせください。はい、というわけで今週以上です。夏がです
ですね、本格的な暑さになってまいりました。これ毎回言ってますけども、やはり夜冷房で喉かなって方もね、タイマーするなりなんなりつけないと結構危ないかなと思いますね。本当気をつけてください。ただ冒頭にも言ったんですけど、北海道本当最高でしたよ。夏旅行でまだ悩んでるなって方はすごいおすすめです。夜歩いてるだけでも涼しすぎて最高でした。皆さんのね、夏季休暇のご予定でも教えてください。というわけでまた来週のこの時間でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。まずは皆様、登録者180万人ありがとうございます。早いですね、もう200万人っていうのが見えてきましたけども、ツイッターの方ではお知らせしたんですけど、なんとこの度コロナウイルスに感染しました。今このタイミングでっていうことで、僕もねびっくりしてるんですけど、実はねもう熱ってのはほぼほぼなくて、後遺症っぽいのも今んとこ特にはないんで、全然元気ではあるんですけど、関明夫のパワード集動画上がってると思うんですけど、これやった時絶賛コロナでした。喉本当にぶち壊れるかと思いましたね。でもなんかやりきった後は、まだ俺健康だなって思いましたね。これできるんだったらって。そんな180万人といえばこちら、光発電タイプのクォーツ式腕時計、ザ・シチズンの値段かっこええ。さらにこちら、山口フラワーランド入園者180万年達成記念セレモニー、おめでとうございます。なんで200万人にしなかったんですかね、ちょっと気になるんですけど。最後にこちら、シンガーソングライタージョニー・キャッシュがかつて所有していたカリフォルニアの5ベッドルームの邸宅が売りに出された値段180万ドル。住みたい。プール付き戸建てとかちょっと夢ですけど、以上、元気がないわけじゃなくてちょっとまだ喉を言わせてるよ、だからどうしたのコーナーでした。ご清聴ありがとうございました。声量が出ないですよ、その以上出そうとすると裏返るというかね、ちょっとローテーションですけど。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。さあ、というわけで梅雨も明けたよおまんたち、この時間です。さあ、今週のヒステリックオール的ニュースの時間です。今週気になったニュース一気に紹介していきます。1つ目、ビッグモーター完全にやってモーター。今年7月、工賃を水増しさせるため客のタイヤを意図的にパンクさせる方法をレクチャーした動画や、不正行為を働いた際の LINE のスクリーンショットなどがフライデーに暴露され大炎上していたビッグモーターですが、これ以外にも裏でとんでもないことをしていたことが明らかになり、現在も火に油をドラム缶で注ぐ形で大炎上中です。これね、動画でも一回取り上げたんですけど、お客さんの車のオイル交換しましたとか言って交換してないとか、こちらタイヤを高級品に変えてますって言いながら、実は安いタイヤで保険金中抜きしていたとか、これだけでもかなり問題になっていたんですけど、今月の19日ですね、その保険金不正請求問題が明るみになって、責任を問われているビッグモーターの金重弘之社長がですね、社内 LINE で不正行為は一部の社員が勝手にやったことだとする無責任な内容のメッセージを送っていたことも判明しています。さらにその翌日の20日ですね、社員のみに配られてるはずの経営計画書っていうのがテレビで晒されたんですよ。もうどう考えても内部告発なんですけど、この内容がですね、幸せだな、俺はついてると毎日口に出せとかね、親睦会などの不参加は人事評価を下げるといった文章、結婚式は売り出しの日を外して予定を組めとね、そういった記載があった上で、会社の思想を受け入れられない社員は今すぐ辞めてくださいと書かれていたりとか、案の定中身ブラックすぎると話題になりました。さらに極めつけはですね、まあ、SNS を中心にですね、ビッグモーターの店舗前だけ国や自治体が植えた街路樹が不自然に枯れてるっていうね、すごい奇妙な都市伝説が報告され始めたんですよ。最初たまたまじゃねえかと思われていたんですけど、ビッグモーターの店舗をストリートビューで調べたユーザーがですね、がっつり街路樹に除草剤を撒くビッグモーター社員が写ってるスクショを投稿して、いやさすがにこれには草も生えないとね、また大炎上しました。ちなみにこれ現在もストリートビューで見ることができます。まあ、この一件が明るみになって、ビッグモーターの従業員を名乗るユーザーがですね、実際に私も除草剤と思われる液体を街路樹に撒いていた、その液体が何なのか知らされていなかった、街路樹を枯らすのは展示車の見栄えを良くするため、枯葉が出ないようにして日々の清掃を楽にするためといった理由もあることも告発します。また店の前に草木が一本でも生えてると、店舗によっては店長も降格になることがあると暴露。そして今月の25日、この一連の騒動に関して社長が会見を開いたんですけど、まあひどかったですね。保険金不正請求問題に関しては、板金塗装部門の単独で刑事は知らなかったと説明、刑事は一切不正には関与しておらず、あくまで整備士の判断であることを主張、天地神明に誓って知りませんでしたと発言。スタッフがゴルフボールで車を傷つけていたことに対して、ゴルフボールで傷つける、ゴルフを愛する人たちに対する冒涜ですよと話しました。ちょっと違う気がします。で、店舗前の街路樹の除草剤について記者が突っ込んだら、社長がですね、環境整備でって言いかけたんですけど、すかさず部下が割って入ってうやむやになりました。こちらネット上では、ビッグモーターこの後の呼んで保身と責任転嫁しか考えていないのすごいなと感心する、何のための会見や、ビッグモーター社長史上最悪レベルのトップ確定、こんな会社で働かされている社員がかわいそうとですね、ほとんどが否定的な意見になったということなんですけど、結果この除草剤に関しても群馬県の自治体が警察に被害届を提出するという事態にまで発展してるんで、今後誰の指示でやったのかっていうのは明らかになるんですけど、こうやつは歴史に残る下道かもしれないですね。こっからまた社員たちのね、たまにたまったフラストレーション告発ってのはめっちゃ出てくると思うんで、関与してたかどうかっていうところなんですけど、最初はね整備士のこうバカッター的なスタートだったんですけど、まさかこんな上が腐ってたとはね、誰も思わなかったですよね。次です、2つ目、すすきのホテルの犯人が逮捕。こちら24日、札幌すすきののホテルにて62歳男性の首のない遺体が発見された事件にて、同警が死体遺棄などの容疑で職業不定
田村瑠奈容疑者を逮捕しました。自宅からは A さんのものと見られる頭部が見つかり、共犯で精神科医である父の田村修容疑者、その妻も含めて一家を逮捕したということなんですけど、こちらは依然として手がかりがつかめていない事件だったんですけど、急展開でしたね。何があったのかっていうのは現在取り調べ中なんですけど、ざっくり言うと家族総出の復讐ですね。ただこれもね、容疑者の祖父の証言なんですけど、性的思考に基づいた不同意性交っていうのが事件の動機につながったかもしれないというもので、これ相手がね女性の格好をしていたから、娘は女性だと思って二人でいいとこあるから行こうって言われてラブホテルに入って、入った途端相手は男になったと。これがね、まあ、その事件が起きる前でして、その後警察には言わず家族と被害者で話し合いをして解決したと。その時に二度と会わないと約束をしたんですが、また連絡を取ってきたと。なのでこの犯行に及んだっていうんですけど、確かにね犯行前の話が本当であれば許せたものではないんですけど、それが動機になるかって言われるとちょっと飛躍しすぎてる気もしますけどね。それでこう首を切って自宅に置いていくっていうのはすごい違和感があるんですよね。道具の準備っていうのも事件前に家族で行っていたことも分かっていて、もしかするとこの一度目にあった被害のことがまだ解決してなかったのかもしれないですよね。ここから全貌が分かってくると思います。またお知らせします。次です。3つ目、熊に餌付けした YouTuber が大炎上。こちら今月の8日、北海道を拠点として活動するチャンネル登録者約10万人の YouTuber 羽田るこさんが野生の熊に人間の食い物を食わせたとして大炎上してます。はい、これ何が起きたのかと言いますと、まずこの YouTuber が今年の5月ですね、森の中でヒグマの親子が現れて、動画内で食べていたピザとかを食べられるみたいな動画を公開して、これが非常に危険な行為だとして問題になっていたところですね。そんな中こんな報道があったんですよ。7月8日、北海道札幌市南区北の沢地区で5月上旬から出没していたとみられる4頭の熊のうち1頭が駆除。駆除されたクマは母グマの可能性が高いとされており、残りの子グマ3頭の行方は分かっていないというものなんですけど、これがですね、時期もそうなんですけど、この YouTuber が動画でウーバー食わせたクマなんじゃないかと再炎上してるんですね。場所も時期ももともとヒグマの出没が相次いで確認されていて、近くに住宅街もある場所なんですけど、自然界で生きるはずだったクマがお前のせいで殺されたといった声が相次いでいます。ただ本人たちももともとはクマを餌付けしようと思って撮影したわけじゃないとしてるんですけど、本当なんですかね。ただ札幌市観光局の担当者はですね、まあ、YouTuber の行為を咎めるつもりなくて、駆除されたクマと動画内のクマが同一の個体であると断言することはできないと。ただもしあの場所にクマが出没していることを知った上で、その場所を狙って動画撮影したというのであれば許されるべき行為ではないと話したということなんですけど、野生動物に餌付けをすると人に近づけば簡単に餌を得ることができると思い込んでしまって、すごい危険なんですよね。だから皆さん絶対にやめるようにしてください。次です。4つ目、ゆっくり茶番劇決着。こちら24日ユーズン派でおなじみゆっくり茶番劇商標登録騒動ですね。これに関して無効審決が出たということを発表しました。イエーイ。軽くおさらいすると、 VTuber なのかなんかわかんないユーズ派ってやべえやつが、自分で作ったわけでもないゆっくり茶番劇の商標権を急に取って、今後使用するとき使用料払ってねとか言い出して、めちゃくちゃ劣化のことが炎上してたんですけど、これ結果裁判になって、ニコニコの公式サイトツイッターで、そもそも商標として登録されるべきではなかったことを明らかにするため無効審判を請求しておりましたが、7月12日付で無効審決が下されたということを特許庁より受領しましたと報告。続けて、登録日から抹消日までの間商標権発生していたんですけど、この無効審決ってのは過去に遡って初めからなかったことにして打ち消すものと。ユズハの無効はですね、初めからなかったことにはならないけど、ゴミ商標権は初めから何もなかったことになると発表したということなんですけど、意外となかったですね。これすごい懐かしい騒動ですね。最後です。海外ですね。5つ目、推し活で体に穴。こちら今月ですね、中国の深圳というところに住んでる19歳の男性がお気に入りのアイドルグループのコンサートに参加して声を出して応援してたんですよ。おーっつって叫んでたら急に胸痛ったってなってぶっ倒れるんですよ。ですぐ病院に搬送されるんですけど、診断した医師がですね、まあ、状況から見てアイドルのコンサートで大声出しすぎて片方の肺が破裂して気胸を引き起こしたと結論付けました。激ヤバです。大体こういうのって交通事故とか高いところから落下した時とかになるんですけど、実際過去にもワンダイレクションのライブで同様の事故があったそうなんで、声出し解禁になっていつも以上に張り切ること多くなるかもしれないですけどね、肺に穴を開けないようにしてくださいね。はい、というわけで今週以上です。ぜひ皆さん気になるニュースのコメントお待ちしております。まあ本当誰が言うとんねんですけど、コロナ感染者数の報道とかも減ったんですけど、全然感染者増えてるのでね、手洗いが忘れずにやってください。というわけでまた来週のこの時間でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。ブーンチーン。急なんですけど、ちょっと自慢していいですか？ありがとうございます。なんと、ショート動画で1000万再生が出ました。ありがとうございます。嬉しいことなんですけど、ちなみにこのショート動画で1000万再生いった時の収益ってちょっと気になりませんか？っていうのも、僕のショート動画ってまあまあお金かかってまして、実はすべて大赤字ノブなんですけど、この動画、唯一プラスになったんですよ。感動しましたね。で、なんかずっと前から YouTube って収益を言うとダメみたいな都市伝説あるじゃないですか。だから僕も何かに例えたいんですけど、そうですね、1000万再生の収益こちら、箱根温泉露天風呂付きに行けるぐらい。ちょっとわかりづらいですね。こちら有名なブランドが出すいかつめのサングラス、微妙やね。こちら先輩から原付バイク買わされる時ぐらいの値段、これが一番わかりづらいですね。
全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。ぼちぼちおかげさまでまだちょっと鼻声なんですけど体調戻ってまいりました。そんな今日なんですけどちょっとこれ見ていただきたいものがあるんですよ。こちら。はい、というわけで、ちょお見せしたいものは何かと言いますとこちらでございます。ブーブーシカはい、これかっこよくないですか。これ今日届いたんですけどクレジットカードタイプの質感なんですけどこれね銀色とこちら金色届いたんですけどこれ何かと言いますと僕ちょっとラジオスタイルで YouTube 投稿してるじゃないですか動画だからリスナーさんからのお便りであったりとかリスナーさんに質問して回答をやる募集企画っていうのをやってるんですけどそれでリスナー賞っつってねよくラジオとかってこう番組ステッカー渡したりとかされてるじゃないですか。ただずっとやりたいなんてやれてなかったんでちょっとこれ作りたいなと思ってせっかくならいいもの作ろうということで本格的にですねデザインの方をしましてこちら作ったんですよ。ここにコングラチュレーションって書いてあってここね YouTube の動画の再生ページみたいになってます。でこれ僕のほうきですね。で下には666悪魔の数字でこっち4これ4万円の4ですね。かっこよくないですかこれ裏側とかねザ・ベストアワードだからこれは募集企画みたいな感じでチャンネルでやった時に一番面白かった人とか今回は一番感動した人とかこう決めておいてそれで一番だったリスナーさんの家に記念品として送るものですね。はい、もう一個ちょっと細工がありましてこれがですねここ見てください0001って書いてあるじゃないですか。そうなんとこちらナンバリング加工してありますエンボスっていうかなこの上がボコボコしてるやつですね。でなんでこれ金と銀でこれ11なんですけどエンゼルと一緒ですよね。チョコボールのエンゼルと一緒で銀を5枚貯めたリスナーさんは金1枚もらえるみたいなそんな感じにしようかなと思ってですね作りました。今回ですねこのカードの会社方株式会社ハンワさんというところにご依頼してですねこのイメージ通りのものを作っていただきました。このハンワさんがですね今回ですね100枚100枚で5万3000円のところなんと5万3000円で作ってくださいました。正規価格ですケースもですねしっかりしたやつに入れて一番だったリスナーさんのところにですね送りたいと思います。でこれ基本的に多分 X の方か旧 Twitter ですね募集すると思います。 で今回これお渡ししますって感じでまた告知すると思います。いつからやるかっていうのはちょっとまだ未定なんですけどこれ金手に入れた人すごいと思いますよ。1枚も出ない可能性あるわこれ僕が生きてる間にこれ0001は誰になるのかっていうところですね。これ X の方で募集とかいろいろしますんでこう X のアカウント載ってると思いますんで僕の X のアカウントフォローよかったらしてください。以上お知らせでした。っていうことですね。ぜひ各種フォローお願いします。すぐ宣伝言うてる中いかがお過ごしなのでおまんたちって言っております。8月最初の週末ですねこの時間です。さあ今週のオール的ニュース速報のお時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、ヒカキンさんとんでもねえ大豪邸を買う。1日音が出るでおなじみ神子と人気 YouTuber のヒカキン氏が自身の YouTube チャンネルにて20億円の超豪邸の3階建て一軒家に引っ越したことを伝える動画をアップしました。動画内ではハウスツアーと称しヒカキンさんが一部屋一部屋紹介していくという内容だったんですけどコメント欄 SNS 上ではさすがにこれは豪華すぎる、これぞまさに YouTube ドリームと話題になっております。これは僕もねもちろん拝見したんですけどありえないほど広いんですよ。まずエントランスホールが 25.3 畳あるんですよ。ここだけで住めるやんってコメントめっちゃあったんですけど僕ここだけで住んでるんですよ。僕の居住スペースと同じぐらいですね。好きあらば自分語り。そしてシューズルームが11畳、1階リビング71畳、その他温水プール、ジャグジーバスルーム、アスレチックジム、そしてトイレが4つと、いやこれは1つでやろ。さらにまだ完全に引っ越したっていうよりは前住んでた家も残して2つ目の拠点になるということですね。で最後に動画でヒカキンさん、今になっても自分の家とは思えない夢みたい、これこそ真の YouTube ドリーム、 YouTuber やってなかったら絶対にこんなところ住めなかったと思う、本当に YouTuber という職業を誇りに思いますと話しました。かっこいいなあ。とは家族だけですねっていうコメントが痛烈でしたね。そんな家族といえばフィッシャーズのシルクロードさん、先日入籍されたユンさんと新しいご家族が増えたっつって報告しておりました。おめでとうございます。でまた何これなんですけどバンビ君がそのタイミングで変なツイートして憶測呼んでましたけど大忙しですね。さらに続けてめでたい話です。2つ目、オルタナチャンネル渋谷ジャパンさん結婚、内藤です、ウィン、バンでおなじみオルタナチャンネルの渋谷ジャパンさんが30日自身の YouTube チャンネルにてご報告渋谷ジャパン結婚しますと題した動画を投稿。動画内でタレントでモデルの佐藤雅美さんと結婚したことを報告しました。渋谷ジャパンさんは始めた頃から自分が結婚するとか思わなかった、 YouTube がなかったら人生変わってたと思うので本当にありがとうございますと語ったということなんですけど、でもやっぱなんかいつ終わってしまうのかわからないちょっと怖い職業でもあるじゃないですか。ただやっぱ結局そこに臆さずに大胆に進める人っていうのが成功するんだろうなと思いましたね。僕なんかもずっと石橋叩いてますもん、両手で叩きすぎてその石橋が壊れそうですもんね。はあ、なおそれ。次です、3つ目、映画バービーとんでもないことして炎上。先月アメリカで公開されたバービー人形を実写化したバービーと原爆の父と呼ばれている物理学者の人生を描いたオッペンハイマーという2本の映画を組み合わせたネットミームというのが現在日本の SNS 上を中心に物議を醸しております。こちら内容というのがですね、まあアメリカでこの2本の映画っていうのが全く同じ公開日だったんですよ。で SNS を中心にどっちを見るかみたいな議題がたくさん上がったんですけど、そこからですねこの2つの作品をコラボさせるファンアートっていうのが拡散されてハッシュタグバーベンハイマーみたいな今の
盛り上がってるネットミームになったんですよ。それはバービーの髪型を原爆の雲の形に合成させるが、バービーの映画の世界観に原爆のキノコ雲を合成させるようなコラ画像っていうのが拡散されて、それに映画バービーのアメリカ公式のアカウントがその画像を茶化すようにですね、忘れられない夏になりそうっつってリプライで反応したんですね。こういった一連の流れがですね、日本では不謹慎すぎるって言われ始めて、日本の公式アカウントが極めて遺憾なものと考えており、この事態を重く受け止めアメリカ本社に叱るべき対応を求めています声明を発表する事態にまで発展しました。この流れに起こった日本のネットユーザーがアメリカの 9.11 のコラ画像を作って公式ツイッターにリプしたりとか、またすごいカオスみたいな感じになってますね。まあ、これは炎上しますよね。 BTS も昔原爆 T シャツみたいなので炎上してましたしね。なんでわざわざネタにするんでしょうね。次です、4つ目、スシロー6700万円の請求を取り下げる。こちら31日、スシローペロ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 少年に約6700万円の損害賠償を求めた訴訟にて、スシロー側が請求を取り下げたということが明らかになりました。こちらスシロー側取材に対し、具体的な内容の公表を控えるが、少年側には責任を認めていただき、当社としても納得できる相応の内容だったと答えました。6700万円以上の何かあったんでしょうね。ただこちら詳細について少年の代理人弁護士から何も答えられないと回答があってます。今後なんかこの少年にコラボ依頼殺到する予感するんですけど、まあ、おそらくこの両者の間で示談があって、その内容を公表しないみたいな契約があったんじゃないかなと思いますね。皆さん引き続き卓上調味料は丁寧に扱ってください。スシロー。次です、5つ目、十徳ナイフを持ち歩いて有罪。こちら1日、正当な理由がないのに折れ畳式の十徳ナイフをカバンに隠し持ったとして軽犯罪法違反罪、凶器携帯に問われた男性の控訴審判決というのが行われました。こちら過料9900円とした一審判決を支持し、亭主側の控訴は棄却、亭主側は上告する方針だということなんですけど、この亭主側というのが、まあ、仕入れのために市場に行った時に商品の結束バンドを切るために使ったりしていたから無罪だろうというふうに主張したんですけど、結局裁判長は仕事で使っていたのは数年前までで、何かの時に持ってたら便利という程度の目的で所持することは重大犯罪防止という法の趣旨に照らして認められないと結論付けたんですね。ちなみにこの十徳ナイフ、最大で刃渡りが 6.8 センチのものがあったんですけど、ここで問題です。刃渡りは何センチを超えるものを携帯していたらまずいでしょうか。モンタミノです。テレテン。 A5 センチ、 B 次男逮捕、 C 浅唾、 TBS 富士屋捏造報道問題、 D 浅唾、 2013年セクハラ騒動。ってこれ全然書けないじゃないか。テレテン。まあ、正解は6センチなんですけど、っていうのも刀剣以外の刃物っていうのはこれぐらいの長さなだけであって、この日本では正当な理由なしに銃刀と思われるものを持ち歩くのは違法とされています。ちなみに軽犯罪法では刃物ではなくても広く武器になり得るものを理由もなしに隠して携帯することは禁止してます。まあケースバイケースだと思いますけど、だからカバンに十徳ナイフとかなんとなく入れてる方っていうのは注意してください。次です、6つ目、盗撮ハンター逮捕。こちらも1日、警視庁池袋署は男性から現金100万円を脅し取ったとして、東京都内に住む盗撮ハンターの男性3人を恐喝と A 利略取の両容疑で逮捕したということなんですけど、これ盗撮ハンターって何かというと、盗撮してる人を見つけてそれをネタに揺すって現金を脅し取る犯罪行為なんですけど、例えば盗撮してる人を見つけたら盗撮された女性の代理人というのを名乗って、今盗撮してたでしょ、認めないなら警察連れて行きますよっていう風に脅迫して、示談金として何十万何百万請求するみたいな、まあ、ゆすり屋みたいなもんですよね。今回その被害者の男性が警察に相談して発覚してるんですけど、そもそもこの男性自体も盗撮っていう犯罪してるから相談できないみたいな状況になるんですけど、腐ったものを餌にするウジ虫みたいな犯罪ですよね。どっちもどっちです。最後です、7つ目、旧ツイッター社の新しいロゴ即撤去。こちら28日、イーロンマスク氏がツイッターのブランド名を X に変更したことに合わせて、サンフランシスコにある本社に新しい看板を設置したんですが、近隣住民から苦情が殺到して31日に撤去されました。早っ。こちら SNS にその看板の様子上げられてたんですけど、夜中にもかかわらずこの X のロゴめちゃくちゃ光ってんすよ。こんな眩しい看板が自分の窓から1日中見えたらたまったもんじゃないのと思いましたね。この苦情が24件ぐらい寄せられたと。さらに地元当局は無許可で看板を設置したことなどが市の条例違反であるとして、 X 社には罰金を課し、 5G も驚きの速さで撤去されましたね。これ何してんの、イーロンマスク。ずっとつか、そもそも X ってなんやね。 Twitter の青い鳥可愛かったんですけどね。今度から僕 Twitter じゃなくて X のフォローお願いしますって言わないといけないですね。はい、というわけで今週以上です。お疲れ様でした。台風もよく来る季節になってきましたんで、天気予報というのはしっかりと確認するようにしてください。あとは結構冷房をつけずに熱中症で亡くなる高齢者というか増えてるそうなんで、おじいちゃんおばあちゃんと離れて暮らしてる方はですね、冷房ちゃんとつけてねと忠告の連絡を入れてあげるといいかもしれないですね。死んじゃったら本当節約も何もないですからね。今週以上です。また来週のこの時間でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。
全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタクです。よろしくね。さあ本日は予報では台風が直撃しておりますね。皆さんのお住まいの地域大丈夫でしょうか。一つ、川の様子だけは見に行かないようにしてください。氾濫していてもそうではなかったとしても様子を見に行く必要はありません。って言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言っておりますよ。早速この時間です。さあ今週のオルデクニュースとこの時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。一つ目、とんでもないキッズ YouTuber 現る。7日突如として現れた中学生6人組 YouTuber が現在爆速で登録者35万人を突破しているとして話題になっております。おそらくですね、こっちの国と時差があるんでもう40万人くらいいるんじゃないかと思うんですけど、コムドットよりこの子たちを流行らせろとですね、コムドットにまた流れ玉が飛んでくる事態になってるということなんですけど、もともと X で挨拶が面白いキッズ YouTuber みたいなちょっといじられる形で最初露出していたんですけど、まあその時の YouTube の登録者っていうのは1000人もいなかったんですね。するところでちょっと話題になったことで1000人突破しました。そこで1000人突破しましたーっつって大喜びする動画を投稿したんですね。これがまたけなげで可愛いと話題になり、そこからなんと35万人です。え、急にとんでもないです。ツイッターインスタ頑張りますってだけの動画が100万再生いってました。混沌極めたこの情報社会に人々は彼らのような救いを求めていたのかもしれません。なのでこれを見て、あ、時が違えばハルキン TV さんとソガリキン TV さんも人気になっていたのかもなと思ってましたね。話を戻して、こちらのグループですね、リーダーのちょんまげさんを中心に初期メンバーナマズ、イソギンチャク、後にひき肉、右足、パンダと名乗るメンバーが加わり、現在6名で活動。ただですね、この人気の理由としては、中学生の夏休みならではの雰囲気プラス結構上手な編集っていうのが魅力的です。なんか僕の夏休みを見ているような気持ちになりましたね。現在中学1年生ということで、この素直なまま大人になっていってほしいと黄色い線が飛んでるということです。これ学校で大騒ぎでしょうね。もうヒーローですよ。ずっと仲のいいままでいてほしいですね。以上、キッズ YouTuber 速報でした。そういうことは言いませんで。2つ目、日本最速1000万人 YouTuber の正体。5日、ふんちゃん取られた系 YouTuber のバンビさんが約1ヶ月ぶりに自身のチャンネルを更新し、バンユンの活動休止の裏で起きていたことを全てお話しますと、何やら不穏な動画を投稿しました。スパイダーマンに扮したバンビ氏が、実は日本最速でチャンネル登録者数1000万人を達成した覆面 YouTuber スパイダーメーンであることを告白し話題になりました。これに世間は大反響。炎上から正体を隠して最速1000万人はやばい、かっこよすぎると旋風を巻き起こしているということなんですが、こちら動画の内容としては、海外受けを狙った言葉を使わないショート動画っていうので、ドカーンと跳ねた純屋式手法での最速1000万人だったんですけど、実はこれちょいちょいファンの間では噂はされてたみたいで、僕もそういう噂がありますよっていうのをこれね、 PDR さんの動画で知ったんですよね。今度コラボするわいいよ。この2つのチャンネルで映ってるソファーの傷とか、部屋に置いてある絵が同じだったりとか、この2人が同一人物なんじゃないかっていうのは結構あからさまだったみたいですね。ただ一方でね、ここまで話題になったということもあって、ふつふつと炎上もしてるんですよね。というのも、この正体を明かした後ですね、ヒカルさんのチャンネルの動画にバンビさんとして出演した際に、ヒカルさんがスパイダーマンの人に金払った方がいいねっていう風に話したら、逆に宣伝するの払ってほしいですねってね、とっさに返したこの発言がですね、本物の方のスパイダーマンファンとかマーベルファンの目に留まって、スパイダーマンの知名度を利用してるのにそれはおこがましすぎる、お前調子乗んなよと言って意見が物議をかますことになっております。今後どうなるかが楽しみだ。ただやっぱ約1年間で1000万人、しかも全く自分っていうのを出さずにゼロからそれを作ったっていうのは、やっぱセンスすごいなと思いましたね。でもその後のムーブですよね、そこに全部かかってる気がしますね。こちら皆さんはどう感じるかコメント欄までお願いします。ちなみによく質問で、どういった YouTuber の方見てるんですかみたいないただくんですけど、アメンボプラスっていう方たちにめっちゃハマってますね。今までショートで流れてきて見るくらいの感じだったんですけど、解放エクササイズの MV っていうのを動画で上げたんですよ。それを見てから毎日見てるんですけど、ドラマコントみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃ面白いんで、まだ見たことない方見てみてください。お醤油ちゃん。次です。3つ目、羽生結弦ロス多発。こちら4日、フィギュアスケートでおなじみの羽生結弦さんの公式 X にて、この度入籍する運びとなりましたと結婚発表しました。おめでとうございます。さらにこの時、結婚相手の情報を一切出さないというね、素晴らしい配慮をやったんですけど、ただやはり女性人気も凄まじかったことからですね、その後メルカリにて怒涛の譲るグッズ出品ラッシュが起きてしまっています。推しの愛した女も押せよ。色紙、2014年から引退までの譲る関連の新聞をまとめて出品されていたりと、譲るロスっていうのがとんでもないことになってます。どうもなんか一部噂でこの人じゃねえのみたいな感じで出てたんですけど、根拠は乏しかったですね。一体誰なんだろうっていう気になる気持ちもやっぱあるんですけど、気になるけどそっとしておきましょう。お二人の幸せがショートプログラムではなく、フリースケーティング、アイスダンスのように末永く続きますように。あれ、めっちゃ滑りましたね、スケートだけにね。次です。4つ目、日大アメフト部またとんでもないことをやらかす。今月4日、悪質タックルでおなじみだった日本大学のアメリカンフットボール部の寮で覚醒剤と乾燥大麻が見つかり、部員の1名が逮捕された事件について、大学側が会見を開き話題になりました。はい、この大麻騒動なんですけど、こちらざっくり時系列を整理すると、今年の6月ですね、日本大学宛に警察からアメフト部の寮で大麻を使用している可能性があるっていう連絡が入ったと。でその日のうちに学長が寮に立ち入ったというんですね。ただ結局この時、違法性のあるものは見つからず、大学の調査は終了。ただその1週間後にまた警察から大麻使用疑惑に関する指摘が入ったと。で日大は自主捜査を希望して、これで警察側もじゃあ大学に調査委ねようかっていう風に判断します。ぬるいな。
警察が犯罪の噂あるからどうにかしなさいよみたいな連絡をしてくることとかってあるんですかね。でその日のうちに大学側がまた寮生11人の任意の持ち物検査と3人のヒアリング調査を行ったと。するとそのうちの1人が提出した容器の中から茶葉のような植物片が付着したいわゆるパケのような謎の錠剤を発見したと。ただなぜかこの時点で警察には届けなかったんですね。でそれからも7月中に元寮生を合わせた計33人のヒアリングを調査、16人の持ち物検査を行い、7月の18日にようやく警察に報告します。でその翌日に警察が大学を訪問して事情聴取で、今月3日に家宅捜索が行われて5日に逮捕に至ったという流れなんですけど、まあ物が見つかってから大学側が警察に報告するまでが大体2週間ぐらいかかってるんですよ。なのでここだけ見るとこの期間で隠蔽しようとしてたんじゃないかと思ってしまいますよね。この隠蔽疑惑も出てたんですけど、この記者会見で理事長の林真理子氏、隠蔽と言われるのは非常に遺憾ですと、なぜか逆切れしてました。切れんなよ。で大学側は授業の関係で1日2人ぐらいしかヒアリングができなかった、寮生全員から聞き取りに時間を要した、今から考えればもう少し早い報告をすればとも思うが、その時は適切だと思ったと主張したということなんですけど、授業よりも絶対優先した方が良かったやろ。でこの大麻疑惑ってのは去年ぐらいからささやかれてたってことで、この対策を講じなかったりとか調査をしっかりと行わなかった大学側はずさんすぎたんじゃないかと言われています。この会見で行われた説明でどういう経緯だったのかを説明したんですけど、やはりですね、日大と警察この関係っていうのがちょっとズブズブなんじゃないかと、ちょっとなんかおかしくないかっていう疑問の声が上がっていて、現在までも物議を醸しているということです。次です。5つ目、ねぶた祭りでの暴力動画が話題に。今月2日から7日にわたり青森市で開催された青森ねぶた祭りにて、運行団体の一つである公益社団法人青森青年会議所の関係者とみられる男性が大型ねぶたの引き手に次々と流れ作業でビンタしていく動画が SNS で拡散されて大炎上しました。このねぶたっていうのがですね、巨大な人形型の灯籠でして、そのみこしみたいなやつを台車に乗せて約3キロの距離を大人数でわーって引くんですけど、調べてみると重さ4トンとかなんですよね。で動画では誘導してるっぽい人が台車を引いてる人をうちわとか素手でバーンって引っ叩いていく様子っていうのが SNS に投稿されたんですよ。でその後この団体のホームページに謝罪文書が掲載されたということなんですけど、この文章でなんで殴ったかっていうので、このねぶたが障害物に当たって気合を入れ直すためにやったと、当事者間での謝罪は済んでて不適切な行動をお見せしてしまい深く反省してるという説明があったんですけど、古き悪しき風習みたいな感じなんですかね。ただ僕のねこれは勝手な一個人のイメージなんですけど、こういうお祭りの時の青年団とかおみこしを担ぐほにゃらら会とかってすごく怖いイメージがあるんですよね。入ったこともないんで何とも言えないんですけど、もし入ったことあるよっていう方コメント欄までどうなのかお願いします。最後です。6つ目、 YJ 復活。今月4日、 X にて5年ほど前にこのチャンネルでも取り上げた未来人を名乗る YJ が再び姿を現し、2023年の皆さんお久しぶりです、2075年の未来から来た未来人ですと投稿し話題になりました。懐かしい。これまた何らかの予言的なものをするために再び現したんじゃないかって考察されてますね。これ何を投稿するのか楽しみですね。でこの YJ についてはがっつり過去で紹介してるんで、そちらをご覧ください。で当時も言ったと思うんですけど、 YJ って先輩じゃないですよね。やりますね。はい、というわけで陰謀地今週以上です。財布ね、もしかしたらねワンチャン消滅してるかもしれないんですけど気をつけてください。で学生の方、夏休みも後半に差し掛かってきましたが、最後まで怪我のないようにお過ごしください。本ではまた来週のこの時間でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。もうタイトルの話するんですけど、最近焼肉屋行ったんですよ、昨日なんですけど。店名が人の下の名前みたいな都内にある焼肉屋なんですけど、で頭だけが見切れて見えるような半個室みたいなところだったんですけど、隣の男女がもうやってんのよ。めちゃくちゃ生々しいんですよ。もう帰るっけねって、もう帰りもしないのに、ダメー連れてっちゃうっからつ、連れて行けよと早く。店員とか料理運んでるはずなのに、もう全く注意しないんですよ。めちゃくちゃ不快でしたね。で帰る時、前を通る際にですね、もう扉が開いてたんですよ。どんなやつらやねんと思ってペッて覗いたら、どっちも40代。きちって、あんなデリカシーのない大人にはならないようにしようと思いましたね。一部聞こえた声を音読します。もう帰るの、帰る、ダメ、連れて行きます、チュッチュ、ダメダメじゃないよ、チュッチュ、気持ち悪いって。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ本日はそんな8月3週目の週末でございますね。週末焼肉半個室事件あったんですけど、皆さん台風大丈夫でしたか。まあ、焼肉そして台風といえば、宮迫博之さんが台風の中阿波踊りしながら合間合間で宮迫ですってやってましたね。雨降られ決死隊っていうリプが面白かったって言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言っておりますよ。この時間です。さあ今週の俺的ニュース、この時間です。今週の気になったニュースを一気に紹介していきます。1つ目、痴漢被害を受けた DJ が話題に。こちら今月11日から13日に大阪で行われた音楽フェスティバルミュージックサーカスにて、出演していた韓国の女性アーティストである DJ ソダシが14日 SNS にてセクハラ被害に遭ったことを報告しました。はい、こちらは現在かなり議論されてるんですけど、イベントを主催したトライハードジャパンが被害に遭った DJ ソダシを最大限にサポートするとし、犯罪行為を行った犯人を特定し、損害賠償請求や刑事告訴など民事及び刑事の法的処置を取る所存です。犯罪行為の及んだ方は速やかに警察署に出頭し、また当社にご連絡くださいと呼びかけてるといったわけなんですけど、こちらまず動画が投稿されたんですよね。その動画で
では DJ ソダシと来場客の間にフェンスが1枚だけある状態だったんですけど、そこに結構際どい水着みたいな格好でファンに駆け寄るんですけど、そこで胸を触られるなどのセクハラ行為を受けたとして、とても怖かった、こんな被害10年間 DJ やってて初めてと発言したものなんですけど、その後 SNS 等では派手な格好をしているから触られてもおかしくない、管理体制に問題があったとかね、いろんな意見が飛び交います。さらには他の国でも触られてるといった意味わかんない発言とともにですね、過去に行われたであろう公演動画というのが拡散されるんですけど、その動画では壇上に上がってる DJ ソダシを下ろすためか両脇から抱えようとする男性の様子というのが映されていて、なぜまるで日本で初めて被害があったかのような発言をするのかと、これも物議を醸したんですけど、この投稿に対してソダシは、これは私のボディーガードであり不安定な場所だったから落ちないようにサポートしてくれただけ、これもセクハラと見ると正確な状況も知らず映像だけを見て判断しないでくださいと反論。さらにですね、まあ、この一連の騒動に対していろんな著名人の方反応してるんですけど、ガクトさん X にて、派手な格好してるからそんな格好してるからという発言おかしい、自分の好きな格好ができないそんな国にしたいのかと言及、それをやった人間は犯罪を犯してるわけだ、1万%犯罪を犯してる方が悪いと断言しています。この一連に関してもどう思いますかっていうのはたくさん来てなかったんですけど、これは僕ももちろん触った方が 100% 悪いと思います。ただこれで他の国はそんなことなくて日本だけがこういうことをするってなるのは違うと思いますね。まあもちろん日本以外韓国でもね性犯罪というのは発生してますし、今回会場が日本だったわけなんですけど、痴漢するような男が駆け寄った場所にいたという話だと思うんですよ。ただまあ本人が10年やっててこんなこと一回もなかったっていうね経験のもと言われてるんで、これは日本だけがそうだと被害者から思われても仕方がないことではあると思うんですけど、ただまあこの触った男が日本代表みたいに扱われてることに関してはちょっと弱感ありますね。でやっぱり露出の多い際どい格好をして大騒ぎして盛り上がってるもみくちゃな場所に行くと、少なからず触ってくるやつがいるかもしれないというリスクはあると思うんですよね。運営の段階でもしそのリスクが 1% でも予想できたんなら、僕はそんなところに行かせるべきではないと思うんですよ。まあ実際に今回起きてますし、ただだからといって起きた後にそんな格好してるやつが悪いというのは違うと思いますね。ぜひこちら皆さんの考えもお聞かせください。次です、2つ目、あの社長の息子もやらかす。こちら14日、知人女性に依頼して入浴施設の脱衣所で女性客を盗撮させたとして、警視庁生活安全特別捜査隊は東京都迷惑防止条例違反などの疑いで岡山県にある三橋製品を製造販売する山田養蜂所の専務取締役山田光雄容疑者を児童買春ポルノ禁止法違反容疑で逮捕しました。こちら山田容疑者は調べに対し容疑を認めているということなんですけど、この男過去にも同じような内容で逮捕されておりまして、去年の12月に援助交際で知り合った女性に入浴施設の脱衣所でスマホを首からぶら下げて他の女性客を動画で撮影させたという容疑で逮捕されています。今回が再逮捕になるんですけど、他にも2回ですね、都内の入浴施設で知人の女に動画を撮影させて見返りとして計14万円を渡したりとか、さらには未成年の少女を買春したという容疑で7月にも逮捕されていたというね、とんでもない野郎だったんですけど、ビッグモーターの息子、山田養蜂所の息子で、次はどの息子なんだとネットでは皮肉が飛び交ってるということなんですけど、よくなんかドラマで社長の息子ヤバいみたいなイメージが描かれること多いんですけど、あながち間違いじゃないパターンもあるのかもしれませんね。もちろん素晴らしい息子の方が多いと思うんですけど、世襲が使い物にならないというパターンですよね。息子だからってだけで特に苦労もさせずに経験も積ませずに地位を与えるってやつね。現場未経験の誰かを急に会社の専務とかにしたら使い物にならないことぐらいわかるじゃないですか。でもやっぱ自分の息子だからチャン会長みたいになってしまうんですかね。お前は私の息子だから、ただそれだけで会社を任せると、よくよく考えたらこれこそ市場の塊ですよね。次です、3つ目、ハワイマウイ島で大規模な山火事。こちら8日、アメリカハワイ州マウイ島にて突然大規模な森林火災が発生しました。こちら発生直後、火は市街地に急速に燃え広がり、観光地であるラハイナが壊滅的な被害を受け、15日までに死亡が確認された人数は101名とされています。未だに数百人が行方不明となっており、収録している16日現在でも捜査や消火活動が行われているといったわけなんですけど、こちら火災によって2200棟以上の建物が損壊もしくは全壊、被害総額は55億ドル、こちら日本円で約8000億円と言われています。なんでここまで被害が拡大したのかというと、地元メディアはですね、発生時にまず警報鳴らすサイレンが作動してなくて住民に火災が一切伝わってなかったというんですね。なので住民の多くは近隣のシラスとか自分の目で山火事に気づいた人が多数で、道を挟んだ向かい側が燃えていた時に火災に気づいたと話す人もいたそうです。さらに火災の原因というのは明確に分かってなくて現在調査中ということなんですけど、一つ電力会社のハワイアンエレクトリック社っていうのがあるんですけど、ここが火災の原因に関与してるんじゃないかとして一時的に株価が約 40% ぐらい急落するってことがあったんですよ。今回の火災が発生する数日前ぐらいに国立気象庁から強風が危険な状態を引き起こすリスクがあるっていう警告が出されていたんですけど、ただこの警告を無視するので電力会社は送電を停止せずに十分な安全対策を行わなかったんだと言われてるんですね。結果強風で送電線が吹き飛ばされて草とかに接触して引火したんじゃないかと推測されてて、地元住民らは現在電力会社に対して集団訴訟を起こしているということなんですけど、はい、こちら出火元が特定されていないんで何とも言えないんですけど、原因がズバリこの電力会社が警告を無視して電気を送ってしまったっていうことだったらとんでもない失態ではありますよね。今回ですね、このアメリカで起きた山火事に関してはこの100年で最も多くの被害者が出た火災とされています。まあ、一刻も早く行方不明者の発見を願います。次です、4つ目、すすきのの事件に不穏な空気。こちらたびたびニュースでも取り上げている札幌市すすきののラブホテルで発生した62歳男性が頭部を切
断された事件なんですけど、事件解決したと思ったらとんでもないことがちょいちょい判明してまして、こちら先月末の時点では被害者である男性がですね、自分の性別を偽って実行犯とされている田村瑠奈容疑者と接触して暴行、その後も被害者男性側からコンタクトがあったので復讐のために殺害した、こういった憶測の経緯がですねメディアを中心にされていて、同情の声というのも多くあったんですけど、ここに来てこの事件ですね、田村容疑者とその両親による一方的な計画殺人とする方針で捜査が進んでいるということが明らかになったんですよね。まずこの二人が出会ったとされている5月下旬すすきののダンスクラブで偶然会場に居合わせた客がですね、田村容疑者が被害者男性と長時間抱き合ってる様子を撮影していて、この映像をよく見ると二人の近くに彼女の父親も映っていたことが判明したんですよ。そこからこの瑠奈容疑者の父親も被害者男性とそもそも面識があったって考えられてて、その後犯行が行われるまでの間ですね、父と二人で近所の量販店にて犯行に使われたと考えられているノコギリとスーツケース、その他複数の刃物、金髪のウィッグ、手錠などを購入したこと、事件が起きた2日の未明には父親がコンビニで10袋の氷を購入していたことも判明してるんですよね。なので以上のことからかなり用意周到な計画殺人だったと指摘する声が多く上がるようになりました。そして恐ろしいのが、押収した容疑者のスマホから田村容疑者が被害者にナイフを向ける様子とか、切断した頭部をですね自宅の浴室にて手袋をはめて触る映像とかも見つかってるんですよね。だから一方的な計画殺人であり、田村一家の誰かによる快楽殺人だったんじゃないかとも推測されています。急にパタリとこの報道がなくなったっていうのもめちゃくちゃ不気味ですよね。撮影して遊ぶって普通じゃないですからね。真相が分かる日もそう遠くはないのでしょうかということです。次です。5つ目、神社の駐車場の車内に男性の遺体。こちら15日、昔住んでたでおなじみ福岡市東区の神社の駐車場にて止めてある車の中で男性が頭に袋状のものがかぶさった状態で発見されました。こちらは午前6時半頃なんですけど、第一発見者であり目撃者の男性から警察に駐車場に車が止めてあって中の人が動いてないと、さらに頭に何かかぶってると通報がありました。警察と消防が駆けつけたら乗用車の助手席に頭に袋をかぶってる男性が発見されて、その場で死亡が確認されたんですけど、で男性に外傷があったかどうかっていうのも明らかにされていないんですけど、警察は身元を明らかにするとともに自殺と事件の両面で捜査を進めているということなんですけど、ただ一個気になったのが、これ別の報道で手を結束バンドで縛られていて自殺と見られているってなってたんですよ。そんなことあります？また進展があればお伝えします。次です。6つ目、福原愛ちゃん国際指名手配の可能性。俺が迎えに行こうかでおなじみ、先月27日元卓球選手の福原愛ちゃんの元夫である江宏傑氏が会見を開き、福原さんが共同親権の状態であるはずの長男を日本に連れ帰ってから1年ほど接触できていない状態が続いていると告白、速やかに引き渡すようにと訴え報道されているということなんですけど、2人というのはもともと夫婦だったんですけど2021年7月に離婚しております。この理由なんかうやむやというかどうなったかちょっと僕も曖昧なんですけど、旦那のモラハラからの愛ちゃんが日本で男性と一緒にいたダブル不倫だったんじゃないのかみたいな報道がされて、ただまあ離婚してたから不倫ではないみたいな、なんかすごいドロドロな状態が続いてたわけなんですけど、結果離婚して共同親権になったんですけど、夏休み中だけ過ごすと思っていたら現在でも連絡が取れずに子供と会えていないということなんですよね。福原さん側はですね、引き渡しは子供の状態、医師などの利益を考慮して慎重に行わなければならない、突然記者会見が行われたことに驚いており、子供に悲しい思いをさせるものだとコメント。ただこれに対して福原さんが、子供を海外に連れ去ったと判断されると国際指名手配になる可能性もあると指摘されていて、かなり複雑な状態が続いております。なんであの泣き虫愛ちゃんがこんなことなってんだよってね、ニュース見るたびに思うんですけど、この国際指名手配については直近で動画上げてるんでよかったら見てみてください。はい、というわけで今週以上でございます。8月でいきますとですね、書籍発売がマジカル社員ということで、夏もそろそろ終わりですがまだ暑い日続きます。最後まで熱中症気をつけて頑張っていきましょうということです。今日は以上、ぜひ皆さんの個人的ニュースも教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。